どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日は、ね、速報ということで。 なんとですね、楽天ポイントがマリオットボンボイポイントにですね、とうとうね、ポイント交換開始いたしました。しかもね、この内容がですね、非常に良くないということで、本日はですね、このね、楽天ポイントからマリオットボンボイポイントにですね、交換開始。一応ね、詳細をお伝えするのとですね、またね、海外ブログの方でね、報じられているんですけども、マリオットボンボイポイントの無料宿泊っていうのは、 ま、昨年ぐらいからですね、ダイナミックアワードということで、必要ポイント数がですね、変動するようになりましたよね。まあ、これがですね、なんと、ホームページのですね、URL をですね、ちょ、ちょっとね、まあ、いじっていただくとですね、シークレットカテゴリーみたいな感じで、まあ、一応ね、カテゴリー別されているのではないかっていう情報がですね、ネットにね、リークされましたので、本日はですね、この2つのね、解説、やっていきたいなと思います。 ということで、まずですね、楽天ポイントからマリオットボンボイポイントでね、交換なんですけども、このね、楽天ポイントのね、ポイント交換ページ、概要欄にね、載せておきますので、まあ、こちらからね、チェックしていただければなぁと思うんですけども、まずね、ログインしていただいて、こちらね、楽天ポイント他のポイントに、えー、変えるっていうのをね、選択していただくと、こちらですね、楽天ポイントが、えー、マリオットボンボイポイントにですね、ポイント交換ができるようになっております。こちらね、もうすでにね、開始しているっていう風になっておりますので、 もしね、利用されたいっていう方は、利用ね、していただければなぁなんていうふうに思うんですけども、こちらね、見ていただければわかる通りですね、非常にね、残念な冷凍になっておりまして、楽天ポイント3ポイントに対して、マリオットボンボイポイントね、1ポイントにしか交換することができないっていうふうになってるんですよね。せめて半分だったらね、まあいいかなぁなんていうふうに思ってたわけなんですけども、残念ながらですね、楽天ポイント3ポイントがね、マリオットボンボイポイント1ポイントにしかならないっていうふうになりますので、 で、しかもね、この楽天ポイントの、このポイント交換ができるポイントっていうのは、基本的にね、楽天通常ポイントじゃないと、このね、ポイント交換ができないっていうふうになっておりますので、まあちょっとね、交換はできるきますけども、本当にね、最終手段の一つになるかなっていうぐらいね、レートが悪いっていうふうになっておりますんで、まあこの点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、 このページよりですね、次のページに行った方がね、分かりやすいので、こちらだけ解説させていただきますけれども、楽天ポイントをマリオットボンボイポイントに交換するということで、もうね、交換することができるようになっております。レートはね、先ほど言った通り、楽天ポイント3ポイントがマリオットボンボイポイント1ポイントっていう風になりますんで、楽天ポイントがね、3万ポイント通常ポイントあったとしても、マリオットポイントでね、1万ポイントにしかならないっていう風になりますんで、楽天のね、通常ポイントっていうのはですね、 もね交換することができますしまたね楽天カードのね 支払いね、充当したりにね、することもできるっていうふうになりますんで、まあ、この使い方はですね、本当にね、かなりね、もったいないっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、交換ポイント数なんですけども、1回につき3000ポイント以上、3ポイント単位で交換することができるって言いういになります。ですので、まあ、少ないポイントでね、交換することはできないっていうふうになっておりますんで、こちらのちょっとハードルはね、高めになっておりますよね。で、ポイント交換のね、日数なんですけども、 最大2週間っってていう風になっておりまして24時間につき1回まで、ね、交換すあ、こういった形になっておりますので、もしね、楽天ポイント、えー、貯められている方で、もうね、楽天ポイントより、もどんだけレートがね、悪くなっても、マリオットモンブポイントにね、交換したいですよっていう方だったりですね、もうめちゃくちゃ楽天の通常ポイントでアリアマぐらい持ってるんで、えー マリオットのポイントに交換されたいっていう方はですね、こちらね、ぜひ、ね、利用ね、していただければな、なんていうふうに思います。まあ今回ですね、楽天ポイントがね、マリオットボンボイポイントにね、交換することができて、またね、ちょっと前にですね、マリオットボンボイポイントからですね、楽天ポイントの交換もね、3ポイ,ポイント、1ポイントにね、交換することができるようになりましたということで、まあとうとうね、相互交換できるようになったわけなんですけども、いや、ちょっとね、レートはね、かなり残念なね、結果になってしまったって言った形になるんです よね。まあ、一応ねこの点は、えー、覚えておいてねいただければななんていう風に思います。で次にですねマリオットのねシークレットアワードチャートっていうのはですねこのね海外のブログで、えー、報じられているっていう風うになっておりまして簡潔に言うとですね。 今現在ね、ダイナミックアワードに、ね、なっているわけなんですけれども、まあ実はね、それは、えー、ダイナミックアワードと見せかけて、まあ細かくね、最低ポイントから最高ポイントがね、こういったカテゴリーに分けられて、振り分けられているっていうのはまあこのね、えー、ブログの方がですね、まあこの人が見つけたのだと思うんですけどね。はい、こういった感じでね、報じられているって言ったがちになるんですよね。で、こちらがね、まあどういった感じで調べられるのかっていう話なんですけれども、まあこちらですね、カテゴリー1から、 ま、QC までね、分かれておりまして、まあ、最低ポイント数、最高ポイント数っていった感じになっているわけなんですけども、どういった手順でね、調べていただくかというと、ちょっとね、私は、えー、っとね、サファリじゃね、できなくて、クロームでね、できましたので、もしね、利用されたい方は、えー、Google Chrome でね、PC サイトを、えー、マリオットボムでね、開いていただきます。で、ホテルをね、検索していただいて、まあ、こちらね、あの、どこでもいいんですけども、まあ、好きなホテルね、検索してください。 で、そうするとね、検索結果が出てくると思うんですけども、ちょっと私の大好きなね、マリオットマーキス、ニューヨークのマリオットマーキスで、えー、調べていきたいなと思うんですけども、料金の表示をね、押していただきます。そうするとですね、このね、えー、マリオットボンボイの、えー、詳細ページに行きますよね、料金の。そうすると、右クリックをね、押していただくと、ページのソースを表示っていうのがね、出てきますよね。これをね、クリックしていただきます。 そうするとですね、このページソースのえ HTML でしたっけまあこのブログのね、あの中のね、部分がまあ見れていくわけなんですよね。まあこれがコードになるわけなんですけれども、まあこれをね、追っていくとですね、このね、プロップリバーズカテゴリーレベル7って書いてありますよね。 はい。これがね、カテゴリーって言った形になるんですよね。こちらですね。ですので、このね、マリオットマーキスはですね、カテゴリー7にね、えー、属しているって言った形になるんですよね。で、これをね、今、ログインしてないけど、ポイント数見れるかな見れない。あ、ここ、ここダメですね。あの、ポイント宿泊が空いてないのかな ?2 泊とかにしたら、で、このマリオットマーキスね、1泊だと取れなかったりするんですよね。 あ、そう、やっぱそうですね。はい。ということで、えー、っと、支払いをカスタマイズするから、9万4千ポイントで、えー、2泊で18万8千ポイントに、ね、なっているわけなんですけれども、9万4万四千ポイントっていうふうになりますよね。ですので、えー、先ほどのね、ところで言うと、えー、こちらですね。カテゴリーいくつでしたっけ。カテゴリーは7っていうふうになりますんで、9万4千ポイント。 カテゴリーなら92,000まあ、ちょっとね、誤差はあるっぽいですけども、まあ、こういった感じでですね、まあ、表示されているっていうふうになりますんで、まあ、今ね、マリオットボンボエはダイナミックアワードにね、切り替わってるわけなんですけども、まあ、実はね、ダイナミックアワードではなく、まあ、細かいね、 カテゴリー別、まあ、シークレットカテゴリーでね、まあ、分かれているみたいな、まあ、そういった感じでですね、報じられているっていうふうになりますんで、まあ、今後のね、マリオットボンボイの、まあ、宿泊のね、まあ、目安にね、していただければ、まあ、こちらね、あの、どのぐらいのポイント数まで上がるのか、どのぐらいのポイント数まで下がるのかっていうのがですね、見てね、いただけるかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちら覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、こちらがね、分かればですね、まあ、どれぐらいまでポイントが 下がるののかっていうのはね結構確認しやすいまあ、マリオット、あの、私のね、動画で、まあ、結構言っておりますけれども、このマリオットボンボイっていうのはね、あの、ポイントで宿泊取った後もですね、ポイント変動するっていう風になりますんで、まあ、チェックしていただければですね、ポイント下がったりいたしますので、まあ、その方法はですね、あの、概要欄にね、載せておきますし、右上らんにね、あの、載せておきますんで、まあ、そこからね、あの、チェックしていただければな、なんていう風に思うんですけども、まあ、そちらのね、ぜひ目安にね、利用してみていただければな、なんていう風 うに思いますということで、今回ですね、楽天ポイントがマリオットボンボイポイントにですね、とうとうね、ポイント交換開始いたしましたということで、まあ、こちらとですね、またね、マリオットボンボイのポイント宿泊のね、必要ポイント数がですね、まあ、実はね、シークレットアワードチャートがね、存在しているということで、まあ、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやー、ちょっとね、楽天から マリオットボンボイポイントよりね、交換レートね。いやー、ちょっとね、残念ですよね。はい、もうちょっとね、高かったらね、まあ利用されている方、楽天ね、メインで利用されてた方はですね、一気に交換したんじゃないかな、なんていう風に思うわけなんですけども、さすがに3対1はね、ちょっと厳しいですよね。まあもちろんね、もうちょっとでポイント宿泊できるとか、まあもうちょっとでね、 あの、マイル交換できるとかね。まあ、そういった状況であればですね。まあ、交換しちゃってもいいのかな、なんていう風に思うんですけども。まあ、ちょっとこちらはね、最終手段になるかなっていうところですよね。はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。